していかがでしたか？本当にこのステージはとても憧れの大きな舞台だったので、使ってたいなと思いながら2年やってきて、はい、夢が叶いまして、とても嬉しかったです。皆さんの思いがすごく伝わるステージだったかと思いますが、宮崎さん、実はNHK のど自慢大会、宮崎大会でチャンピオンを、ね、取られたので、経験もあるということで、でこの迫力ある歌声をね、それを感じさせましたよね。今後、宮崎を中心に活動されるということだったんですが、どういったふうにこう、ね、これから活動していきたいですか、ナーミオとして。去年、ファーストミニアルバムをリリースしまして、新曲をですね、作り続けておりまして、2枚目の CD も計画中なので、新しいことを皆さんに聞いていただきたいと思います。ありがとうございます。